そのまま食べてもめちゃめちゃ美味しいですよ。このゆで汁、乳化してますね、これね。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回はですね、なんとコラボ動画でございます。とんでもないコラボでございます、皆さん。ご紹介させていただきたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、JR の職員の方に来ていただきました。ご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。 JR 東日本君津駅の松崎です。 JR 東日本千葉支社の古翔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもお世話になってますこのチャンネルで大丈夫でしたか。はい、今日は千葉のね PR ということですね。 JR 東日本のお二人に来ていただきました、ね、千葉のですね魅力を伝えていけるようなですね、さんが焼き、さんが焼きっていう千葉の郷土料理があるんですけども、こちらを生かしたレシピをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、材料紹介いきたいと思います。まず、こちら、アジ。千葉県産のアジです。ちょっと小ぶりなものになるんですけども、今回、2尾分おろすと 100g ぐらいになるのかな。大葉。長ネギ。6分の1ぐらい。生姜。親指ぐらい。3g。ニンニクが1かけ。パスタ。1人前。1.4 ミリ。あ、これね、必ず 1.4 ミリのものがいいです。ペペロンチーノって細いパスタが合いますんで。以上の食材でやっていきます。はい、ということで、制服の上からエプロンを着ていただいて、千葉の郷土料理をアレンジして作っていくわけなんですけども、その際ですね、一番大事なものって、お二人とも何だと思いますか？何ですかね。わかんないですよね。お教えします。千葉の郷土料理を楽しむために、やっぱ千葉の心を感じなきゃいけない。ということでですね、お二人持ってきていただいた、千葉の地酒。大原にある、豊泉酒造っていうところが作っているお酒です。はい、はい、大好きです。はい、こちらは成田のにある、鍋棚という。鍋棚。ああ、鍋棚さん。はい。はい、こちらで作ってる陣油。陣油、はい、はい、持ってきていただいたということは、飲んでいい、飲んでいいですか。はい、ありがとうございます。お二人はね、勤務中ですのでお二人の分まで私が楽しみたいと思います。陣油、行かせていただきましょうか。いただきます。これうまフルーティーさと甘さと、ほんの少しの酸味がすごく美味しいですね。飲みやすいから、日本酒初めての方とかでもめちゃめちゃ飲みやすいと思います。ありがとうございます。本当に千葉の心をちゃんと感じられましたので。お二人はお料理はイタリロあまりしないです、ね、あまりしないですか、はい、飲んでしまったのでちょっと危ないので切ってもらってよろしいですか。ニンニクをじゃあまず切っていただいていいですか。じゃあブルショーさん、すいません、はい、よろしくお願いします。この、ケツの部分を切ってください。はい、はい、僕潰しちゃうんですよ。そうです、そうです、そうです。スルッと剥けるんですよ。はい、半分にしてもらって、はい、はい、そうですね、芯らしきものを。これですね。はい、芯って焦げやすいので。そうです、完璧です。はい、あ、いいですね、バッチリですね。はい、粗みじんぐらいでもね、美味しいので。バッチリでございます。生姜はね、千切りにしといてくれればいいです。ありがとうございます。はい、完璧でございます。長ネギ、粗みじんに。そういうことです、そういうことです。はい、あ、完璧ですね。あ、いいです、いいです。もう全然バッチリです。そしたら今度は大葉の方も。で、大葉は茎の部分をちょっと切り落としましょう。はい、丸めて、うん、はい、千切りを。あ、いいですね。全然料理やってますね。今度はね、アジなんですけども、まあさすがにアジは僕やります。千葉県産のこのアジですね。中抜きしてあるものをやってみます。僕のやり方なんですけども、こう頭のところに背びれから V の字で入れるんですけども、ここで、頭を落としちゃう。ここちょっと切り落として落とします。税後とか落としてくれてるものなので、このままやっていきたいと思うんですけども、一刀両断しちゃうところですね。中骨に歯を入れて、このままこうやって動かしていく。骨に沿ってですね、はい、これが一番簡単。はい、こういう感じです。はい、はい、こんな感じですね。こんな感じで、はい、脇の腹の骨を切っていきます。これね、全部やっていきます。これぐらい小さい味だとですね、中の骨はですね、なめろうにしちゃうと叩いてしまうので、あんまり、食感に影響ありませんので、そのまま残しておいて大丈夫です。はい、腹の肉を、ちょっとね、すいていただいて、皮はね、頭の方の部分、こっからね、こうするとね、むけるんですよ。アメロの場合はもう手でちょっとね、身が崩れても全然美味しいです。身の方をね、押さえてこうやって引いちゃうと、ほら、引ける。はい、はい、こ
ここまでできました。叩いてなめろうにしていきます。これ千切りみたいにしていっていただけますか。はい、はい、そしたらですね、生姜とネギだけ、この上に散らすような感じで、そうです。そしてお味噌小さじ1乗せてください、うん、はい、そうですね、包丁でガンガン叩いてください。あ、いいですね。ならではのこう悩みみたいなのあるんですか。時間にちょっと厳しくて。いや、まあそうですよねすごい大変ですよね多分ね。夢でやっぱりあの寝坊した夢とか、はい、時間に関する夢を見て、あの夢まで見るぐらいですか。遅刻したとか。あ、そうですね、遅刻したもあるし、自分が乗る列車に乗り遅れちゃったというか、はいはい、まあ、でもそうすると、あ、やっぱりあの皆さんの時間にも影響してくるってことなんですよね多分ね。 そうですね。なるほど、すごい真面目な真面目な方が来てしまいましたね通していただいてるから、僕らは時間通りに目的につけるってことなんで、非常に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にガンガン叩いててください。いい感じになめろうになりましたので、大体それでアジの身がだいたい90から 100g ぐらいなので、上にひっつけてもらって完璧でございます。今度は焼いていきます。まあ、ちっちゃめのフライパンがおすすめです。ここにオリーブオイル大体大さじ1ぐらい中火にかけます。このなめろうを焼くことによって三合焼きになるんです。これね、千葉県の郷土料理なんです。はい、なめろうを入れて三合焼きを作っていきます。弱めと中火の間ぐらいで。以前あの、ずっと千葉とお伺いしたんですけども、はいはい、旅行されたりしてみますか。そうですね、僕はもう千葉大好きなんで、昔は海沿いを回るのが好きで、海沿いを何回していくんですね。景色がね、すごい好きなんですよ、僕ね。途中で、あのお店屋さんいっぱいあるんですよね。で、そういうとこに入って、食べてっていうのが大好きです。電車で行かれることもありますか。電車で行くことも、最近は多いです。ほら、お酒飲めないじゃないですか。はい、そうですね。JR 社員さんがおすすめする千葉の観光スポットみたいなところ、はい、あるんですか。いちご狩りとか、あの、はい、楽しめるといいますね。千葉は農産物めちゃめちゃ取れるんですよ実は。でこれね、5分ぐらい、弱中火ぐらいで焼きました。もともと生で食べれるものなんで、そこまで気にしないでも大丈夫です。このまま食べてもめちゃめちゃ美味しいですよ。油もね、アジの油とかもこれ含まれてますんで、ここにですね、弱火でやってニンニクを入れていきます。で、鷹の爪1本、ペペロンチーノなので鷹の爪を入れていきます。こうやって油玉を作ってニンニクオイルを作っていきます。で、ちょっと色づいてきたら、ここにですね、お水320cc ここに入れちゃいます。これで沸かしていきます。白だしです。これを小さじ1と半分入れていきます。これでね、旨味をつけていきます。お塩を振っていきます。2つまみぐらいですね。 JR の社員さんと、はい、してやっていく上で思うこととか、まあ、悩みでもいいんですけども、はい、最近は電車をご利用される方が、うん、まあ、コロナの関係でいなくなっているので、駅で出迎える立場として、はい、消毒だったり換気だったり、うん、できる対策っていうのはいる限りのことをやって、はいはい、お出迎えを。やっぱりかなり減りましたか。目に見える形で全然見えるっていうのを分かる。まあでもそこで JR さんとして換気とか消毒とかっていうのを務めていただいてるってことですね。ありがとうございます。だから安心して電車でお仕事行けるってことですね。ありがとうございます。沸きましたらねじっていただいて、ちょっとねグーッと押してあげるんですね。鍋に収まってくるんですよ。そんな感じですね。ゆで汁が濃くなって、このでんぷんの効果で乳化しやすくなるんです。中火ぐらいで、パスタ自体が5分ゆでなので、うん、5分間煮ていきます。千葉のあの魅力まだ語り尽くしてないんじゃないですか。そうですね、はい、やはりこの冬から早春にかけてっていうのは、うんうん、北総の方でしたら新種が出てくる時期なので。あ、そうですね、はい、北総の方でしたらこの鍋棚さんとタイアップした旅行商品とかを造成をしております、はい、これめっちゃうまいからね、これね醤油の蔵とかもありますので、うん、あ、そうですね、醤油をあ、まあ、実際に作っていただいて、うん、で鍋棚さんのお酒を飲んでいただいて、で帰っていただくっていう商品も用意しておりますので、パックとして。あ、そうです、パックとしてやってる。はい、なるほどね、行こうかなそのあたりはもう詳しくは概要欄に載せてありますんで、チェックして、ください。千葉じゃない方もいっぱい見てると思うんですけども、千葉めちゃめちゃいいとこなんで、皆さんよろしくお願いします。で、今4分経ちました。あと1分で茹で上がるんですけども、茹で汁を飛ばしていきたいんで少し強火にします。4分の間に水がすごいまだ残っているようであれば強火にしてください。それで水分を飛ばしていきましょう。強火にしたんで水分かなり飛んでますよね。
これがね、うまいんですよ。この茹で汁、乳化してますね、これね。オリーブオイル、まあ、小さじ2杯ぐらいですかね。ほら、アジの旨味も入ってますから、盛り付けていきますよ。はい、それではですね、盛り付けていきます。これ、回しながら盛り付けていきます。できるだけこう、ねじって高く盛り付けるとパスタがね、冷めにくくなるんでね。大葉、なめろうに大葉ね、非常に合いますんでね、盛り付けてあげてください。三杯きですね。これがね、一段とね、千葉っぽさをね、出してくれるんですよ。お醤油、これはね、好みの量で大丈夫です。僕はちょっとこう、お醤油強めの方が好きなんで、まあ、小さじ、まあ、1半から2ぐらいかなを振りかけていただいて、一番の郷土料理、三杯きを使ったペペロンチーノの完成です。美味しそうですね。はい、ということですね。今回はですね、せっかくお二人が来ていただいて、調理もやっていただきましたので、まずは JR 社員のお二人に、今日は千葉県産の味を使ったパスタ、こちらをお二人にまずは召し上がっていただこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっとお取り分けさせていただきます。できましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。ぜひ召し上がってください。はい、味付け的には和風が強いかなっていう。美味しいです。いい表情を見れましたね。すいません、こんないい日本酒を持ってきていただいて。あ、うん、あ、これはね、ワインのようなちょっと酸味が強い日本酒になる。三杯きのペペロンチーノマジうまい。これ僕はお酢を垂らして食べるやり方、お酢ちょっと垂らすんですよ。なめろうの方もね、うん、美味しいです。今回は千葉の郷土料理をアレンジした三杯きのペペロンチーノ、お二人も手伝っていただいてね、やったんですけど、どうでしたか。今日美味しかったです。パスタはそのまま鍋で茹でるのがとても新鮮で、はい、ペペロンチーノの作り方としてすごくあれだったかなっていう風にあれしております。浅井さんはどうでしたか。今回初めて、マジで初めて食べたので、はい、すごく美味しくて収まりそうです。うまいですね。ということでですね、今回お二人に手伝っていただいてご紹介させていただきました。せっかく来ていただきましたので、何かこう PR みたいなのがありましたら、ぜひ行っていただきたいなというふうに思うんですけども、何かありますか。JR 東日本千葉支社の社員がですね、はい、観光 PR の動画を撮影しておりますので、ぜひともご覧いただきたいなと思います。詳しくはリンク先を概要欄に貼っておりますので、はい、ご確認ください。概要欄に貼ってあるらしいです。皆さん見てくださいね。今回は千葉の PR ということで、僕がもう本当にやりたいっていうことでさせていただきましたので、ぜひですね、これを機に千葉の食材皆さん召し上がっていただければなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。それではですね、今回の、三杯きのペペロンチーノ、なんとですね、 JR 東日本さんのホテルファミリーヨ立山の、レストランボーノでも、提供されるということで、ぜひ皆さん立山で、ね、海の幸楽しんでいただいた後は、ね、デスラモンさんに行っていただいて、三杯きのペペロンチーノ、これで他では食べられません。ぜひ召し上がってみてください。